はい、どうも、SNC コンサルティングのつきょりです。お疲れ様です。あのね、質問があったの。あの、セミナーのあれでね、まあ、簡単に言うと好きなことを仕事にすると、まあ、あの、続きやすいよっていう話を具体例とともにしてたんだけど、参加者さんの一人が、あの、僕、ダーツ趣味ですっていうふうに言って、で、ダーツかと思ってさ、僕もあの適当にね、あの端っこにいた人、あなた何です、何が趣味ですって聞いたんだけど、なんか違う趣味が来るかなと思って、ダーツとか僕全くやらないからさ、面白いね、自分がやらないことって想像もつかないんだね。で、ダーツですって言われて、ダーツかと。で、僕は好きなことを仕事にする、好きなことで金を稼ぐっていうお話をしてたので、ダーツって思って、ダーツで金稼ぐったらダーツバーかいとかっていう話をしてさ、で、あとはあのあれさ、ダーツの投げ方を教えるダーツ塾みたいなとか、と思って、で、まあ、そこは話軽くはぐらかしながら、ね、軽くはぐらかしながらも、まあ、ある程度の答えを言い、で話をつなげていったんだけどさ、で、改めて、まあ、その瞬間パッと思い出てこなかったんだけど、何にも難しいことじゃなくて、あれだよね、ダーツオフ会やればいいじゃんっていう話ですよ。簡単に言うとダーツオフ会やればいいんじゃないですか。ダーツバーは、まあ、ダーツ好きなんだから、ダーツバー通ってるダーツバーあるわけじゃないですか。で、そのダーツバーの店長さんなり、なんなりと仲良くなって、ちょっと2時間ぐらいちょっと貸し切ってくれません、貸し切らせてくれませんかとか、1時間でいいんでちょっと貸し切りタイムとかもらえませんかとか、うん、そういうお願いとかをしてみて、で、ダーツバーで人を集めて、ダーツ教室兼飲み会みたいな、ダーツバーで楽しもう、イエーイやりますと。で、まあ普通に飲みに来てもらって構わないし、ただ僕がダーツ教えっから、ダーツできると、あの、結構ね、モテっからっていう話をして、で、ダーツ教える台とかも込みなので5000円です、2時間でっていう話すればいいじゃないですか。うん。それで、まあ5人来たらそれで上がりが2万5000円でしょ。で、飲み方ぐらいだけつけといて、飲み方ぐらいだったら多分、あの、店長さんと話つけときゃ1000円ぐらいじゃないですか。うまくいけば1000円ぐらいで飲み放ぐらいにしてくれるんじゃないですか。で、基本ダーツね、基本ダーツを教えるっていうのを、まあメインで売ってったら、ダーツ教室をバーでやりますじゃ、やっぱり人来ないんですよ、うん、女の子も来ない、堅苦しいから。だからダーツバーでワイワイオフ会やるに、やるプラス、僕がダーツ超得意なので、ダーツいろいろそのテクニックを教えてあげますよ、やり方とか、あのダーツキーあるじゃん、僕分かんないけど、ダーツ機の使い方も分かんないから、ダーツバー行こうと思ったって行けないの。あの、ダーツ機、ダーツマシンっていうのは分かんないけどね、ダーツマシンの使い方、ボタンの押し方が分かんないのも、素人は。でも、シャレオツなことはしたいっていう気持ちはあるのね、っていう人に対して、そういう使い方も教えますんで、あの、飲みながら楽しくやりましょうと。女の子も来ますよ、ね、で、女の子は友達1人ぐらいいるでしょ、ダーツやってんだったら1人ぐらい女の子の友達いると思うから、1人それ、あの、桜でいいから連れてくればいいじゃないですかね。で、女の子も来ますんでっていう話以上で、1回あたり、まあ、じゃあ最初はね、5000円だとして、5人来てくれた、で、僕のセミナーみたいに2回目はもしかしたら7人来てくれるかもしれないし、次は10人来てくれるかもしれないじゃないですかね。で、ダーツオフ会で、上がりは小さいかもしれないよ。そこでレバレッジというか、福利かけていくわけですよ。何するかっていうと、動画撮ればいいんじゃないですか。ダーツオフ会で、ダーツオフ会してる動画もそうだし、ダーツはこうやってこうやってこうやって投げるよ、投げるといいよっていう。で、こうするといい感じになるよっていうテクニック動画もそうだし、そこでレバレッジかけていくというか、一石二鳥三鳥狙っていくわけですよね。で、それ動画を YouTube にアップすればいいじゃないですか。で、動画のタイトル的には、例えばあなたが、まあ、横浜市、どこにしようかな、上大岡に住んでるんだとしたら、上大岡ダーツバーっていう、言葉、このキーワードを動画のタイトルと説明文にしっかり入れて、 SEO 的なことを考えてね。で、実際にダーツバーないでしょ、あの辺あるのかな、横浜まで出ないとないよね多分。でもその、まあ、とにかくあなたの動画はヒットするわけですよ、検索結果に。上大岡にダーツバーあんのみたいな感じで動画見てくれたら、あなたがどうこうダーツを投げたりとか、オフ会をしてる動画がちょこちょこっとあって、で、ダーツオフ会やってますっていう広告にもなってるっていうね。
で興味ある人はこちらにどうぞみたいな。でもしくは自分の Facebook のリンク貼っといて、こっちにで友達申請普通に誰からでも受け付けてるんで友達申請してくださいと、ダーツバーから来ましたっていう、ダーツの動画見てきたんですけどって言ってくれればいいんでっていう感じでやって、でチャンネル登録もよろしくお願いしますってやって、で第何回ダーツオフ会やりますみたいなのを僕が動画でセミナーの募集したみたいにやればいいじゃないですか。簡単でしょ、これいいと思うよ。でプラスアルファ、あとは今度マニュアルですよ、簡単に言うとダーツでモテるマニュアルっていう、もあの女の子モテするマニュアルっていうのも作ってもいいだろうし、ダーツオフ会の経験を積めばダーツオフ会で、モテる方法、ダーツオフ会で今度稼ぐ方法ね、で最終的には自分の好きなことで稼ぐ方法っていうのを売っていけるようになるでしょ、経験を積めばね。で末広がりになっていくんですよ、うん。で有名、あなたがもしダーツ界隈でね、例えば横浜のダーツ界隈で謎に有名になってくれば、うちのダーツバーにも来てくださいよって話来るかもしれないじゃないですか。もしくは自分から営業をかけに行けるんですよ。僕こういう感じでね、YouTube でダーツ のダーツバー、いろんなダーツバー行って、配信してるんですけど、ちょっと行かせてもらっていいですかっていう、うん。で店長さんとまた仲良くなって、そこでもオフ会やればいいんじゃないですか、うん。最悪ね、広告費くださいとかだと、さすがにね、バーの店長だって、へえ、何それってなるんで、こういう感じでやってるので、あなたの店長さんのね、ダーツバーで、ぜひ、ちょっと動画撮影しながらダーツやってる状況っていうのを撮影したいんですけど、いいですかみたいな。で、実際にまたそこで組めるようになればいいじゃないですか。で、そうすると今度ダーツ以外のオフ会もできるでしょ。うん。なんか、普通に合コンとか、婚活みたいなやつとか、ね。何でもできるんだよね。あとそこにネットワークビジネスやってるんだったら、そこにネットワークビジネス絡めていけばいいんじゃないですか。僕ネットワークビジネスそんなに詳しくはないから分かんないけど、絡めていけるでしょ絶対、うん。ほらダーツバー、ね、ダーツでも、ね、自分でバー店を出すっていう以外にもいろんな選択肢があって、やっぱり自分の好きなことを趣味にしていけるので、頑張ってみてください。だから追求しなきゃダメだよ。半端に微妙に他の人より上手いぐらいだとちょっと弱いじゃないですか。だからそれなりにかなり上手いし、教え方も上手だし楽しいしってなると、まあブランディングみたいな感じになって、あの人すげえみたいな感じになると思いますので、ぜひチャレンジしてみてください、ダーツの人。はい今回は以上です。 SAC コンサルティングの月寄でした。ではまた。